趣味は何？プロ野球かな。どこファンなの？どこファンとかはないけど、大谷選手が好きだね。かっこいいもんね。かっこいいね。特に今年ダブル規定達成したからすごいなって思った。ダブル規定。規定投球回と規定打席達したじゃん。メジャーリーグ史上初の快挙じゃん。まあ、1903年以降でだけど。日本だと2リーグ制以降の1950年に野口二郎が唯一ダブル規定達成してるみたいだけど、今から70年以上も前だからね。まあ、同じ年に日本でダブル規定達成した人は、まあ、野口二郎だけだけど、別の年であれば、関根潤三とか。まあ、野口二郎も別の年であるし、あと畑山仁とかいるけどね。関根潤三は確か近鉄にいたよね。そういえば関根潤三って昔ヤクルトの監督やってたよね。私リアルタイムで見てないけど。関根潤三。その関根潤三って人の話はもういいんじゃないかな。そう、野口二郎の話の方がいいか。いや、別に野口二郎。野口四兄弟の次なんだよね。野口二郎って記憶めちゃくちゃ残してるんだよね。1試合で28回完投したことあるんだよ。